内閣顧問とは2011年まで存在したシンガポールの内閣を組織する官職。日本語では顧問省または内閣市政とも。シンガポール初代首相リークアンユーしか就任せず、2004年8月12日に上級省辞任と共に創設、就任し、2011年5月21日に辞任し、空席となった。2004年8月に リークアンユーの息子、リーシェンロンが第三大首相に就任した際に、それまで首相だった皇直トンを上級賞に、上級賞だったリークアンユーを内閣顧問に就任させると発表した。2011年5月14日に皇直トンと共に内閣から身を引くという以下の共同声明を発表し、辞任した。我々は新しい政治的状況を知るに至り、そして、 それがどのように未来に影響を与えるか考慮しました。我々はシンガポールの発展に貢献しました。複雑で難しい状況の中、シンガポールをさらに前進させる若者たちの時代がやってきたのです。首相や彼を支える若い世代のリーダーは新鮮でクリーンな基盤を持つべきです。若い世代は汚職がなくしかも、 実力主義の政府を持つこと、加えて高い生活水準を享受すること以外にも、自分自身に影響を及ぼす決定により、多く携わりたいと願っています。重要な分岐点となる、今回の選挙の後、私たちは内閣を去る決意をしました。そして、完璧に若返った内閣に、未来のシンガポールを形作りつつある、この若い世代と前進してもらうことにしました。 しかし、この若い内閣たちは、古い世代のためにも存在していることを忘れてはいけません。この古い世代は、シンガポールに貢献してきたのであり、十分に帰り見られなければなりません。リーク・アンユー、ゴー・チョクトン共同辞任生命日本語訳、ありがとうございます。